っちゃんです。今日は1月12日生まれさんの誕生日占い。1月12日生まれさんは強い責任感と実行力で目標を達成が特徴。この日に生まれた人は気さくで仕事熱心で実行力があり、圧倒的な魅力で人を夢中にさせます。生まれつき社交的で自立心を持ちながらもうまく人と協力できます。物事に対する姿勢は現実的ですが、非常に豊かな想像力と先見の明を持っています。支配性である乙女座からは責任感、明確な目標、鋭い知覚を与えられています。また几帳面で仕事に誇りを持ち、一旦計画を決めたらどんな時間がかかろうと必ず目標を達成します。この日に生まれた人にとって仕事は特に重要なもの。ただし自分のことのみに夢中になって身近な人たちをおろそかにする癖は直した方がいいでしょう。直しましょうね。ビジネスセンスと繊細な感情を、持ち合わせたあなたはバランス感覚を身につければ得体の知れない恐怖や、緊張を取り除くことができ、現実逃避をすることはありません。また感受性、発明力、洞察力を兼ね備え、人を見る目があります。積極的に活動するのが好きなので、助言者や専門家としての地域社会で貢献するのもいいでしょう。太陽が水瓶座を通る9歳から38歳までのあなたの伝統的な考え方の影響を受けにくくなります。自立心が強くなって自分の考えに自信を持つようになります。またグループ活動や人道的な問題に関し関心が高まり、友情を強く求めます。次の転機は太陽が魚座に入る39歳の時に訪れ、これを契機に感情や精神面を重視するようになり、それは未来の展望、夢、熱い理想となって現れてきます。これをきっかけにあなたは理想主義者として崇高な目標を追い求めるでしょうってことです。1月12日生まれのあなたの隠された秘密。あなたが取り組むべき大きな課題は、一つは、素晴らしいアイデアや壮大な夢を実行に移すこと。頭の回転が速く気高い精神を持っているため、いつの間にか指導者の地位に上り詰めていますが、優れた才能に恵まれながらも自信喪失や劣等感に悩む時期もあります。自分の知力を確認し、持って生まれた直感力を高めることで、自信を持って指導権を握る、理想を現実に変えることができます。家でのんびりくつろいでいたい気持ちはあるものの、将来、責任感のがあるあなたは行動に駆り立たれます。調和を願い、音楽、美術、のどかな環境を好みます。不安にあることもありますが、本領を発揮すれば思いやりと精神力で人々を魅了することができるでしょうっていうことやねんけどね。1月12日生まれさんの適したお仕事、気さくで人の扱いがうまい、人と協力してやる仕事は何でも向いてます。話術に優れ、文才も恵まれています。強い競争心と野心も持っているので、演劇やスポーツの世界にも向いています。自営業を営むなら貿易関係の仕事が、広告代理店で優れた才能を発揮できます。また広報やカウンセリングの仕事もおすすめ。公務員として働くならば外交官がぴったり、あるいは写真やデザインなどの視覚芸術への興味が創造意欲を刺激するかも。発想が豊かなあなたは情報や技術やそれに関した産業も吉ってことやねんね。で、1月12日生まれさんの恋愛。一見社交的に見えますが、実はとても控えめな性格。結婚や安定した人間関係は特に家庭を大切にするあなたにとって
非常に重要です。誠実で人間関係の調和を守るためなら犠牲を払うことは認めません。しかしマンネリになったりコミュニケーション不足のため孤立し、結果的に無関心であるような印象を与えてしまうこともあります。あなたにとって人間関係は重要ですが、自立することと積極的に人と関わることの間にうまくバランスを保つこといいでしょうということでね、はい、何でもねバランスが大事です。で、長所は想像力に優れる、魅力的である、指導力がある、自己主張が強い、自信がある。短所、独立している、変わり者である、非協力的である、神経が敏感である、自尊心に欠ける、まあ、これ短所なんでね、それを気をつけて、生きていくといいと思います。はい、で、1月12日生まれさんの有名人は村上春樹、三木たかし、宇都宮恵子、釜安博、橋本愛、中谷美紀、田中美穂、妹綾子、楠田恵理子っていうことですって感じじゃないけどもね、やっぱりね、ちょっとこうね、なんていうのかな、責任感とか生真面目さっていうのはね、やっぱりその誕生日の人をね、ね、そういうのを持ち合わせた人なんでね、やっぱりそこをね生かしつつ、短所をこうね自分の中で理解してうまく立ち回ればいいんじゃないのかなと思います。はい、でやっぱりね、責任感が強いっていうのとね、実行力があるっていうのはね、本当に目標に到達することがすごく早いんで、そこをね一生懸命頑張っていけばいいんじゃないのかなと思うんだけどもね、なかなかねやっぱこう誕生日ごとで性格っていうのはどうなんかなと思うけど、意外とこの占い当たってるんじゃないのかなとあっちゃん思うのよ。だからね、自分の日が来るまで待っとってくださいね。で今日はね、1月12日生まれの人はね、本当にね、すごいね、責任感とね、明確な目標があってね、鋭い感覚を持ってるって言ったらね、ほとんどの仕事でも当てはまるんじゃないのかなとは思うんやけども、特にね、やっぱさっき言った仕事、そういう責任感のある仕事っていうの、広報とかね、カウンセリングの仕事はね、公務員とかね、外交官とかいいんじゃないのかなと思うんだけどね、あんな感じでね、自分の性格とね、占いでね、自分の性格ってなかなか理解できへんんだけども、こういうね、誕生日占いで自分の性格っていうのを明確にしてね、自分の得意分野で頑張っていくっていうのがいいんじゃないのかなとあっちも思います。ということで、今日の1月12日生まれさんの、誕生日占い良かったよと思ってくれたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。